Hello, everybody! Bonsoir, 晚上好。No more no. Oh my God! 神様。この番組のお相手はノンモリこと吉本新喜劇の森田信義と吉本新喜劇の相馬彩です。よろしくお願いいたしま す、ね、もうこんなん言うとあれですけど、まあ、YouTube を見てある方からしたらですね、何にも変わってへんというかね本当ですね、4本撮り丸出しでございます、はい、ずっと衣装もずっと一緒で、ね、はい、私はちょっと、まあ、音声だけ聞いておらなくて分かりませんスーツなんですけど、まあ、これは、ナンバーグランド花月の、衣装でございましてね、あんまり外で着ていたらあかんないですけどあ、まあ、ダメなんですね。あ、それはあかんやろ、こんなんで俺どっかまた仕事行ったらあかんしね、そう普通で考えたら。確かによく考えたらそうですね。そうです、ただまあこの音声だけだからバレへんやろなと自分で言うてもうてるからまあ、まあ、ちょっとパリッとした感じでございますけども、新年ということでってわけじゃないですけどね全然、もう2月になろうっていう状況で、本当ですね、早い。まあ、コロナ自体は、まあ、緊急事態宣言が出た段階で2月7日までという、そうですね、ことでございますから、この放送を聞いておられる時に、解けてるかどうかという、いやそうですね、状況ですけど、そのね、前回はそのワクチン、ね、ワクチンの話をしましたけど、はい、まあ、それがなぜこっちはワクチンで、本当はワクチンなのに、はい、だけど、まあ、早くにイギリスの方でそのワクチンの接種があって、でイギリスで変異種出てきたじゃないですか、はい、でウイルスはウイルスで、まあ、このウイルスもね、バイルスはね、はい、バイルスで負けたらあかんと思うじゃないですか、そら、ね、そら変異種出てくるやろと思うんですよ、通常で考えたら、はい、でもアメリカでも出てきてるという状況で、これはまあいつ終わりがあるのかっていうのは ね見えないですね。ああでも、まあ、日本人の方が、まあ、死者が少なかったりだとか感染者数とかでパンデミックが起こりにくい、この間のだってそのアメリカ そのトランプのあれで、はいはい、うわーって言ったやつあって、ボード見たあったじゃない、ありました、もう誰も何も気にしないのね、そのコロナとかないことみたいな感じだ、誰か死んでるというよりもそのコロナまずどうのこうの言わなあかんのちゃうん、はい、いや思います、だから意識はちょっと低いんじゃない、アメリカ人多分やっぱ差、まあ、どこでもそうなのかもしれないですけど、意識の差がすごいんでしょうね、その気をつけてる人と、もう全く気をつけてない人というか、いやだから若者と同じような感じなんでしょうけど ね、でもそのある程度高齢の人は気をつけなきゃならないし、い、もうそれは、まあ、ティーネイジャーとかじゃないけど、まあ、20代30代は日本では一番感染率が高くなってる、感染者数も多くなって、はい、いや実際考えたら、私別にパリピンの経験もないけど、まあ言うてそんな表で嫌ってタイプじゃないけど、今のこの感覚で20代30代で、この仕事してなかったら絶対寄せっていうの自信ある、ほんまですか、だって打つっても感染したって2週間ぐらいでもっと戻ると思っちゃうと、なるほどね、さ対して誰かと親に会わへんかったらいいわけやん、まあ、まあ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 別に親もう若ければね、あはい、なんてことはないわけじゃない、わだってだから今20代30代40代が多いってなってるけど、もう結局家族での感染が一番多くなってるから、20代の人が家帰ってきて40代の親に移すとかになってるような気がするけどね、だから海外なんかもなるべくその普通に接触する我々日本人の、まあ、生活様式よりももっと接触する文化じゃない、そうですね、あとまあもう根本でいうとそのマスク文化とかそういったエチケット的なものもなかったので、多分そこもまた新たに、まあ、言ったら日本ってもともとマスクをする国だったじゃないですか、だからそのこうマスクしてくださいねとか、あともっと言えばあの手洗いうがいしないとか言ったらもうすごい良くないですけど、あんまり手洗いうがいもしなかったんですよ、いやだから正直ね、その手洗いうがいしないっていうか、そのこれはね、まあ、日本人の食文化が大きくあって、はい、もう持って食べるものっていうのが基本的にその、はい、まあおにぎりとかはあるけど、はいはい、まあなんかちゃんと竹の皮に包んであったりだとか、そういろいろ、まあ本人が勝手にまあ食べてるものだからいいんだけど、大体こう手を洗うような文化で、まあそれは神社もあるしね、うーん、自社仏閣云々で手を洗うとか必ずあったりだとかいうことで考えると、あんなハンバーガーやポテトや何やもう手ベッドベッドにしても紙で何とかしようっていう ね、なんなら根こそぎで、根こそぎで、いや、はい、そらね、ただ菌には強いんじゃない、
でも体勢はあとでも筋肉強いって思っちゃってるんだと思います。それもあるかもしれないです。思ってるから大丈夫だっていう気持ちが強いのかもしれないです。でもいっちゃん大事じゃない。でもその山の木からということで考えたら、まあいい、なんか多分半々ですよね。結局いいところもあれば、もうちょっとその木では補えない部分をちゃんとしようよ、ちゃんとしないんじゃない。病は木からみたいなワードはあるの、海外、そのアメリカで。あ、でも病はないんですけど、まあ、言ったら思ったことが起こるよみたいなのはあります。あ、じゃあちょっとネガティブになったらネガティブになっちゃうよ、はい、そうですそうです。だから What you say is what you あのなんか do みたいな感じで。あ、そういうのはある、はい、なんかことわざみたいな、そういうのはないですけどよく言われます。あ、はい、なるほど。あなたがそういうの思ったらそうなっちゃうよみたいな、るよという、はい、でも逆にそれはポジティブでもあるよね。そう、あ、どっちかというとポジティブに使います。あ、そうなん、あのだから I can do it って言ったらできるよみたいな感じです。いや、もうあのポジティブとネガティブはね、その前も言ったから、もう結果次第ではもう絶対ネガティブになるのにポジティブっていうあれだけやめてほしいなと思う。え、どういうこと？で、要は例えばコロナウイルスをチェックするで、はいはい、PCR 検査するじゃない。で、その結果がポジティブやったら気分はネガティブでしょ。ああ、わかります。わかります、わかりました。あ、むちゃくちゃむずいよ。だからそのようわからん、そのだからまあね、英語やからポジティブ言われたら、あ、ネガティブやったらね、うんうんうん、あのでも陽と陰もそういうことですね。そうそうそう、だから陽性って時ちょっと気分いいええかな、陽気にいけんのかなって全然そうじゃないみたいな、うんうん、もう逆ですもんね。逆だ、まあ、って言ってこれもね、な話、その普通に若い頃に女の子と付き合っててなんだ言うて、なんか生理こうへん言うて、はい、チェックして、ポジティブやったらネガティブになるじゃない。できたもんだからだよね。でもほんまにこうね、今、はい、子供が欲しいと思って検査して、だからポジティブって言ったらポジティブじゃない。まあ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 、そうですね。でもネガティブになったらネガティブじゃない。もうそこは、はい、どちらやねんって。だからそれはね、状況としてポジティブネガティブを使い分けるんですけど、なんかもうちょい分かりやすいのないのとか、なんか変な言葉になっちゃうから、陰性陽性じゃなくて、でも陰性と陽性は僕はもともとなかった言葉、あるのかなかったか分かんないけど、あ、分かる。そうなんですね。いや、私もそう、あれはポジティブネガティブから来てるのちゃうかなと思ったりする。そんな検査で、まあ、でもそうですね、うん、それしか思い浮かばないですね。まあ、俺はどちらでもどっちにしてもいつの間にかできた言葉でお互いが同じような言葉になってたのか、それは分からないけど、多分医学的なことで言うと、日本の医学って漢方であんだったとかだから、基本的に言うとそういう言葉じゃなかったと思う。検査してどうのこうのっていう、なるほど、はいはい、だから絶対ポジティブネガティブから来てて、まあドイツのあれから来てるかもしれないけど、予想だよ。うん、でこれで一番ハマるのはって陽と陰だって言って、まあ、納得はいきますもんね、うん、そのこうプラスが陽で、そうそうそう、だからもう、まあ、日本人が独自の感覚で言うなら、どう言ったのかな、陰性陽性というよりもそれが、まあ、うん、妊娠に関してはまたちょっとややこしいかもしれないけど、もうできたできてないみたいなさもっとはっきりした言葉でええんちゃうんと、うん、でね、そのコロナに関してはかかってるかかってへんっていう ね、それを、そうですね、それを陽性とか陰性とかじゃなくて、もうコロナです、コロナじゃありませんっていうなんかそれでええんちゃうって俺は思う。それはすごい ありがたいです。こうあの日本語知らん人の、いやでしょ、だから陽性でしたとかでもええって。だって最初の方とかまだそのコロナがあんま広まってない時に、なんか陽性患者が何人みたいな、うん、でもそれがどっちか分からず聞いてましたもん、うん、そうやろ。で、いやほんまにこうやっとみんなが知って、あ、陽性が悪い方なんだみたいな。そうや、だからあれをね、なんかこうまあなんかまことしやかにちょっと難しくわざとしてるけど、かかってる人何みたいなコロナの人何みたいな、もっと普通で陽性患者と、ね、いやコロナかコロナじゃないでいいですよね。いやで、そもそも陽性患者なんて、いや陰性患者がいてないんだから、もう患者でええやん。ほんまですね。もう当たり前やろお前、そのなんか疑わしきだけで入院するやつおらんねんから、うんうんうん、患った人っていう。ああ確かに。で、あのコロナも僕はよく分からないけど、 COVID-19 って、はい、あれは何知ってる？え、あのコロナのこと、あれ COVID-19 って言うじゃん、はい、あれは19は何なん？19番目の症例ってこと？
私はでもこれは全く諸説なくて勝手に自分が思ってて調べずに言ってることですけど、うん、2019年に発症したからと思ってました。知らないです、知らないです、全く知らないです。ああ、そうか、分かんないです。COVID とはコロナなん、あのコロナなんちゃらかんちゃらかんちゃらバイルスなんですけど、うん、でも B の D は分かんないです。分からないね。調べたらね、すぐ出てくるんでしょうけど、まあ、知ってる方は教えてください、はい、だね、いや、そうだ、あれだ、どっち使ってんのよ、結構 COVID-19 の、でも、COVID って言ってます。だから私がカナダの友達と話すときは、うん、コロナって言わず、あの、Cause COVID was blah blah みたいな感じで COVID って言ってます。 COVID って言ってるでしょ、はい、だから意外と英語とかでは、まあ、英語系の人たちは COVID をすごく使ってて、コロナバイルスあんまり言ってなくて、そうですね、なんかその、まあ、短くやってるから COVID の方が分かりやすいってこと。19は何なんやろなって、まあ、でもな、2019年、俺は19番目の症例かなっていう、ね、でもそっちの私の適当な予想なんで、2019は分かんないです、まあ、COVID-20 でも、じゃあそうやったら今年やから21みたいなのがね、 COVID-29 が変異種になるのか、うん、どうなんですかね。なんか発症もう COVID-19 はそのままなのかなって思ってます、ね、発症した。なるほど。でもね、意味わかんないですね、自分で言っておきながら。そんな名前のウイルス過去になかったんで、あ、まあ、中国ではどういうふうに言ってるかとかも、わ、わかんないです。あ、何なんだろう。でね、その、まあ、コロナウイルスというもの自体は、まあ、普通にあって、はい、まあ、そういう色、まあ、SARS とか過去はまあまあなんかあったじゃない。それもいわゆるコロナウイルスなんだって。だから要はそのウイルスの中にウイルスがあって、その周りに膜を張ってる、だから要はコロナに見えるものが、まあ、コロナウイルスということで、今回は新型コロナウイルスで COVID-19 だから19番目のものなのかなとは思ったんだけどね。今までそれたくさんあって、だ新型って、ね、新型コロナウイルスで、ニューが、あ、ニューはでも N 入ってないですね。そう、ニューコロナウイルスでしょ、ね、何なんでしょう、本当に分からなくなってきました。あ、いやいやいや、まあまあまあ、いや別に私学者さんとお話してるわけじゃないからね、はい、そんなも知らんのかいとかっていうのはないけど、いや賢いあなただから、いや、いろいろ知ってるのかなと思ったけど、いや、調べたことあって忘れてます。でもこれ、あ、この神戸なんだろう、あ、長名前みたいな感じで終わっちゃいました、ね、でもこれからまたその2月になってきて、もう俺はね、これコロナが収まらない気がするの、なぜかというとバレンタインですよ。あ、そうです ね、はい、バレンタインズデー、また行事事が、いやだからこれって、まあ、日本はまず先に節分があるけど、はいはい、鬼は外、福は内っていうね、はいはい、色々あるけど、やっぱそのないじゃない、そんなないです。私は完全に次はバレンタインやと思ってました。ああ、だからこれバレンタインはまたこれ濃厚接触のね、言うたら1個スタートじゃないですか。はい、でもそれでちょっと思い出したんですけど、なんかバレンタインの文化がこうやっぱ日本とあの、まあ、海外で違いすぎて、あのなんか完全に、女性があげるものになってるじゃないですか。日本はね、はい、でだからそれに加えてなんかホワイトデーみたいなのができたりとか、はいはいはい、でもカナダとかアメリカとかもそうやと思うんですけど、あの全然異性じゃない、あ、異性から男性が女性に対して送るんじゃない、そうじゃないのって決まってないんですよ。だから女性も送れば男性も送るし、相手がお友達とかのもあるし、うん、みたいな、家族だったりみたいな、うん、なんか感謝、まあ、好きはもちろんそうなんです、好きを伝えるっていうのはもちろんなんですけど、普通にだからチョコとかじゃなくて渡すものとかも、はい、あのチョコっていうイメージあんまないです。まあ、これチョコはもう単純に明治の策略で付け加えられたことだけだから、実際、まあ、CM でね、バレンタインデーだから好きな人にチョコレート送ってどうですかみたいな企業が発案したことで、節分の丸かぶりもそうだよ。寿司丸かぶりってあるでしょ、あのも寿司屋が考えただけで、別にあれそう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 、だから結局そのどこか流行らそう思ってやってるだけで、もしあれをそのなんかなんかもっとあれその海外にあって日本にないやつ、サンクスギビングデーとか、はいはい、あんなところに七面鳥食おうぜとかないやん、
ああまあそうですね。でも今こうねケンタッキーとかがこうサンクスギビングデーでこれ食べる習慣をつけようぜみたいなことを何ぼになってと思うんだけど、これも企業が付け加えた変な風習だから、うん、だからそう。ありがたいけどね、チョコレートもらうってのは、まあ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 、あんまチョコレート好きじゃないけど、そう、じゃあありがたくないじゃないですか。いやいやいや、好きじゃないけど、人はもう自分のことを好きだっていうことを伝えてくれるのは嬉しいじゃない。なるほど。うん、あまあそうなんだ、まあ、別に俺は逆に言うと、海外では男性から女性に贈るものだっていうことで、全然そうじゃないんだ。そうですね、で、あとなんなら、なんか義理チョコとかあるじゃないですか、はいはいはい、とかもなくって、はい、まあ、小学校の時はある意味学校行事みたいになってて、あのクラスの子全員になんかあの飴1個あげるみたいな、そんなのもあるんですけど、はいはいはい、もうそれ以降だから中学より上になったら全然友達にもあんまあげないし、へー、本当にあの大切って思ってる人だけに。あなたは今までちょっとこの人だっていう人にあげたことは？いや、ないですね。思わない人生やったことないです。いやいや、これからあげていかないと誰かこの人だっていう。い出てきますかね。いや、2021年、その前のちょっと抱負というか、もう抱負、うん、抱負ですか。どの面でですか。どの面じゃなくて、だからちょっと恋愛しますとか。あ、でもちょっと人生経験をもうちょっと豊かにしたいです。なるほどね、じゃあ2021年の、そのちゃんがどんな風に変わるのかをね、楽しみにしていただければなと思います。この番組でリクエスト、何でも質問等がございましたら、のんもりちょいでつりあとまぐちめる .com まで、ご連絡をお寄せくださいということで、聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ほな、また next time。